ようこそカラスの日記へようこそ。今回はダダン、あれダダン、紙コップを3つ使って、中にその中の1つにリキアンの好きな鶏肉を隠してシャッフルして見つけられるかっていうゲームを、だいぶ前にリキアンがだいぶ小さい頃にやったことがあるんですけど、大人になったリキアンとそれをやってみたいと思います。まあ楽勝で見つけられるはずなんですけど、どうでしょうか。ちょっとお肉の準備します。いいよ、お肉のかけらにリキアンを食いつくのかな。少々こっちかけら食ってくださいよ、こっちを。はい、どうぞ。あ、いい感じじゃん。塊狙うな、あげるか。ほい、じゃあいきまーす。お肉1個に入れて、いや、これじゃあ、お肉見えた。ここな、お肉見えてる。お肉で、ここな、お肉。あれ、じゃあこっちや。ここな、お肉いいですか。痛い痛い痛い。はい、どうぞ。はい、ハズレ、ハズレです。それは正解やけど、てかお肉に対しての食いつき度がここよ。なんで俺のってお肉ここやって聞いた。見えてへんの、お肉が。ちょっと待って、お肉が見えてへんってどういうことなの。いらんの、しかも。ちょっと意味がわからない。怖いの？分かった。じゃあやり方変えます。お肉、お肉の塊、これやったら欲しいやろ。よし、じゃあ1個に入れるで。でっかいな、お肉。はい、いくで。お肉、お肉埋めた。お肉、お肉、お肉。ちょっと待って、お前に見えた。はい、お肉どれでしょう。お肉、お肉どれでしょう。ちょっと危ない危ない。お肉どれでしょう。どうぞ。はい、外れ。じゃあ乱暴やん、ただの乱暴もんやん、暴れん坊やん。それでお肉奪うやん。はい、ちゅうわけで、リキさんと紙コップの遊びしたんですけど、結局今の力さんには必死で探す必要がないことがバレてるというか、順番に開けて入ってれば取るっていうだけの話で、ゲットできないっていうことがありえないんで、その仕組みがもうバレちゃってるから必死になる必要がないっていうのが、力さんは、大人になって学んだようです。なあ力やん。というわけで、ある意味、ゲームは失敗でしたけども、リキさんの成長は見られたんで良かったんじゃないでしょうか。というわけで終わりにしたいと思います。ではでは。リキちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。